山本純三10月27日タイトは、日本の政治家である。自由民主党所属の参議院議員、参議院予算委員長。国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、国土交通副大臣県内閣府副大臣県復興副大臣、自民党幹事長代理、参議院決算委員長、議員運営委員長。 政府開発援助等に関する特別委員長等を歴任。愛媛県今治市生まれ。父は愛媛県議会議員を4期務めた後引退し、地元で製材業を営んだ。私立愛好中学校、愛媛県立今治西高等学校、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。川崎製鉄に勤務。入社4年目に、父が病に伏し、長男だったため愛媛に戻った。 1983年に自由民主党公認で、愛媛県議会議員選挙に出馬し、初当選した。愛媛県議会副議長に選出され、自民党愛媛県連政務調査会長、自民党愛媛県連幹事長を歴任。2004年、第20回参議院議員通常選挙に、自民党公認で愛媛県選挙区から出馬し、初当選。安倍改造内閣、 福田康夫内閣で国土交通大臣政務官を務めた。2010年、第22回参議院議員通常選挙に自民党公認で愛媛県選挙区から出馬し、民主党公認の岡平智子らを破り再選。2011年、参議院決算委員長に就任。2012年自由民主党総裁選挙では、町村信孝の推薦人となり、 国会議員による投票では1回目は、町村、決選投票では、安倍晋三に投票した。2015年、第3次安倍第1次改造内閣で、国土交通副大臣県内閣府副大臣県復興副大臣に就任。2016年、第24回参議院議員通常選挙に、自民党公認で、愛媛県選挙区から出馬し、 野党統一候補の長江高子に8429票差の僅差で破り参戦。2018年10月2日、第4次安倍改造内閣で国家公安委員長及び内閣府特命担当大臣に任命されて初入閣。同年12月21日、小型無人機等に係る緊急安全対策に関する事務を担当する大臣を兼務する。 2020年10月参議院に予算委員長に就任。ありがとうございます。